こんにちは、世界ボカンとかです。本日ですね、海外向けのインフルエンサーマーケティングで失敗しない方法について弊社のコンサルタントの五十嵐君と共にお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、簡単に自己紹介お願いします。はい、世界ボカンの五十嵐と申します。コンテンツマーケティングであったりとかサイト改善施策を取り組んでおります。よろしくお願いします。アフリカ帰りの五十嵐君から、インフルエンサーマーケティングの話が伺えればなと思ってるんですけど、結構ね、海外向けのインフルエンサーマーケティングの需要が高まっていますよね、今。はい、高まっていますね。僕らでいうと価値のマトリックスというフレームワークをいつも使ってるんですけど、世の中に知られてないとか、まだその機能とか、効能みたいなのがよく分かってないみたいな商品を実際海外のインフルエンサーさんに試してもらって、商品の魅力を伝えてもらうみたいなところに使ったりとかしますよね。はい。で、ただまあインフルエンサーさん使えばうまくいくってわけじゃないので、そのあたりの注意点だったりとか、そのあたりいろいろと今日はお話ししてもらおうかなと思うんですけど、今回ってどんな方が対象になるでしょうか。実際に越境 EC を立ち上げたものの売上が伸び悩んでいる方であったりとか、広告を配信したもののなかなか売上が伸びない方、インフルエンサー施策に取り組みたいんですけれど、どういう視点で取り組んでいったらいいかわからないという方、こういった方が対象になります。なるほど。結構ね、海外向けに Shopify サイト立ち上げたけど、なかなか売れないだったりとか、 Google 広告とか Facebook 広告回したけどなかなかいきなり売れないっていうところで、送料っていうところもあったりとか、商品の認知っていうところもあったりとかして、なかなかこうね、思ったより売れないって方、困ってる方多いですもんね。そうですね。で、海外向けにこのインフルエンサー施策をやることで、なんでこう売れやすくなったりするんですかね。はい、そうですね。インフルエンサー施策をやると、ウェブサイトに訪れた時にすでに買いたい気持ちを抱いた状態で、ウェブサイトに来てくれるので、ウェブサイト上でのコンバージョン率がすごく高まるんですね。通常ですと、ウェブサイトに SEO とか広告で集客をして、ウェブサイト上で、接客ですね、レビューの掲載で、不安払拭をしたりとか、メルマガに登録してもらって、定期的に情報発信をすることによって、徐々に買いたい気持ちを作っていくんですけれども、インフレ対策をすることによって、買いたい気持ちがすでにあるので、すぐにですね、商品を購入してもらいやすくなるといったメリットがあります。なるほど。僕らって海外マーケティングを行うときに、このマーケティングの定義を売れる、仕組み作りっていうところと買いたい気持ち作りって2つで定義してるんですよね。はい、はい、で、このサイトに訪れる前の情報とサイトに訪れた後の情報をそう統合して、最終的にユーザーさんが欲しいと思うかどうかっていうところが結構重要みたいな話をさせていただいてます。で、その時にやっぱインフルエンサーさん、自分が普段見てるインフルエンサーさんが、この商品を紹介しているだったりとか、これめっちゃいいじゃんとおすすめしているってなったりすると、もうサイトに訪れる前に買いたい気持ちになっていて、購買に近いユーザーが訪れるようになるっていうイメージですよね。はい、なるほど。そんなインフルエンサー施策ですね、うまくいく場合とうまくいかない場合がやっぱあったりして、僕らも両方ですね、体験してきてるんですけど、今回どんなポイントですかね、お話しいただけるでしょうか。はい、そうですね、今回ですね、5個に絞って、ポイントをご説明させていただきたいと思います。ああ、なるほど。じゃあこの5つのことの丸が抜けてるところに関して回答できるような状態になってるってことですね。そうですね、最後までチェックしていただきたいです。なるほど、わかりました。じゃあ早速内容を聞かせてください。はい、まず1つ目なんですけども、まず根本的なところなんですけれども、取り扱う商品とインフルエンサーですね、そしてインフルエンサーの視聴者の関連性のマッチ度合いを確認することが必要ということですね。過去に投稿しているコンテンツなどを確認して、そのインフルエンサーがどのようなジャンルの動画を上げているのか、そして視聴者がどのような投稿に興味があるのかというところを調査する必要があります。なるほどね。単純に、チャンネル登録数とか再生数が多ければいいってわけじゃなくて、視聴してる層と、インフルエンサーとターゲットの商品ですね、売りたい商品っていうのを見たときにちゃんと連動してるかどうかっていうのを見る必要があると。はい、確かに。僕この前どっこい翔平さんの動画見てて、めちゃめちゃ案件のなんかこのなんかフェイシャルのなんかこうなんか化粧水みたいなの打ってたんですけど、僕のね、肌にちょっと体調のこうなんですかね、肌のケアしなきゃみたいな状態だったので、めっちゃ興味持ちましたもん。ああ、そうなんですね。国内のインフルエンサーさんですけど、そういうのは大事ですよね。はい、そうですね。はい、でまたですね、どんなにそのインフルエンサーと売り出す商品のマッチ度が高くてもですね、そもそもその動画を見てもらわないと意味がないんですね。そこで重要なポイントが、そのエンゲージメント率を把握するっていうところです。案件ばっかりやってるチャンネルって、そのコメント欄がたまに荒れてたりするんですね。やっぱりあれですね、顧客の解像度っていう言葉を僕らよくお伝えしてるんですけど、どういった視聴者さんにお届けしたいのか、どういった顧客に対してお届けしたいのかってところから逆算して、インフルエンサーさんを見つけるっていうところで、
顧客の解像度が低いとやっぱり選定するインフルエンサーさんの解像度も低くなっちゃうので、このあたりが重要になってくることですね。はい、いいインフルエンサーさん見つかりましたってなった時にこのポイントを見たらいいんですか？そうですね、重要なポイントとしてエンゲージメント率を把握するというところがポイントになってきます。でどんなにですね、インフルエンサーと売り出す商品のマッチ度が高くても、そのなかなかその動画の再生回数が回らないとあまり意味がないんですね。なので、見るべきエンゲージメント率って言いますと、チャンネルの登録者数に対してちゃんと3割くらいの再生がされているかどうかっていうところと、あとポジティブなコメントがついているかどうかっていうところを確認する必要があります。なるほど。まあ、母艦チャンネルは若干怪しいですけど、まあ、B2B なんでね、あの100再生でも200再生でも実際意思決定者が見てれば十分ね買ってくれますからね。そうですね、ただまあ消費財とか 2C 向けの商材だとチャンネル登録と再生数っていうのはある程度ないと、あのそもそもサイトに訪れて買うっていうところで言うとなかなかそこにたどり着かないですからね。はい、まあ、このあたりの指標っていうのを見てみると、まあ、実際あのインフルエンサーさんが今のエンゲージメント高いのかどうかっていうのはちょっと分かってくると。チャンネルとそのチャンネル登録者数をいちいち調べるのって意外と時間かかったりするんです、そういう時のためのティップスなんですけれども、 YouTube サブスクライバーっていうツールがあるので、はい、そこですね、チャンネルとその登録者数が一覧で見えてくるんですね。なので、ぜひ よかったら使ってみてくださいというところの、紹介ですね。あ、なるほど。YouTube サブスクライバーで検索すると、どういうあのチャンネルが存在するのかということを、チャンネル登録数みたいなのが、ね、出てくるんですよね。はい、これはいいですね、確かに。はいはい、またですね、そうやって調べたインフルエンサーに対して、いくら投資して、どのくらい返ってくるのかというところがですね、気になると思うんですけれども。こちら単純な費用対効果の出し方でして、出し方としてはですね、基準となる URL のクリック率とウェブサイト上での購入率を使用します。例えばですね、商品単価2万円の商品を10万回再生される YouTuber に依頼した場合ですね、URL のクリック率 5% とウェブサイト上での購入率 3% を掛け合わせて、大体300万円の売り上げが見込めるというふうに判断しています。なるほど、なるほど。動画単体で費用対効果を合わせるのかどうかっていうところも、ちょっとあの考えるポイントではあるものの、どのぐらい売れるのかっていうのは、自社の商品単価と、一般的な指標となっている、その概要欄のクリック率みたいなところと、ウェブサイトをですね、欲しい気持ちだった状態で訪れたときに、コンバージョンレート 3% 仮説立てたときに、いくらぐらい売り上げられるかっていうところを試算できるわけですね。はい。じゃあ、300万円以下のインフルエンサーさんだったら売り上げではペイできるよねっていう話ですね。そうですね。なるほど、分かりました。はいですね、またその売り出したい商品の輸出国が限られていたりとか、すでに特定の国に売り出したいっていうことが決まってるのであれば、そのインフルエンサーがどの国をベースとして動画配信をしているのかっていうところも見ておきたいポイントです。ああ、確かにね。なんかお酒とかだとアメリカに売れなかったりとかしますもんね。そうですね。なんかこうオーストラリアとかシンガポールとかヨーロッパみたいな形で実際に輸出できる国に対して情報発信してるインフルエンサーさんじゃないと、再生数とかチャンネル登録数多くてもいざサイトに来たら買えないっていう状態になってしまうとかあるんですね。はい。そこまで結構細かく見なきゃいけないと。そうですね、ターゲットに応じてエリアをチェックするというところの視点もですね、持っておきたいポイントです。なるほど。まず最初はどんなインフルエンサーさんを選定するかというところが一つ目のポイントだってことなんですね。はい、はい、二つ目どんな感じでしょうか。はい、そうですね、二つ目としましてはインフルエンサーとコミュニケーション取りやすいかどうかというところですね。私のこれまでの実績なんですけれども、なかなかですね、インフルエンサーの方の中でも返信が返ってこないなっていう時がございまして、例えばその初回のメールの返信に対しては私の実績で8割くらい返信いただけるんですけれども、だんだん、金額の交渉になりつつ返信が返ってこなくなって、最終的にちゃんと動画の構成とかを話し合えるのが6割くらいのインフルエンサーになってきます。なのでそのインフルエンサーをピックアップする時点ですね、より多めにインフルエンサーを調べておくというところが必要になってきます。なるほど。せっかくこう国とか再生数とかマッチ度とか考えてピックアップしたものの、最終的に返信が来なくてそのプロジェクト自体がおじゃになってしまうこともあったりするわけですね。そうですね。なんでこう実際10人欲しかったら20人30人声かけるとかってところで、その必要な人数から逆算してコンタクトしていった方がいいと。はい。あとそのあれですね、彼らが興味持ってもらえるような伝え方っていうのも大事ですよね。そうですね。
まあ、そのあたりはね、僕はネイティブがちゃんと動いてくれてるので、任せてもらえたらありがたいかなというふうに思うんですけど、まあ、このあたりの部分は気をつけなきゃいけないと。はい。はい、で、インフルエンサーをピックアップするときなんですけども、まあ、できればポートフォリオを組んで、まあ、選定した方がいいというところです。うんうんうん。まあ、同じような商品の紹介の仕方だと、どうしてもその商品の一面しか伝わらないんです。うん。で、まあ、視聴者にですね、商品の深い理解を促すためには、まあ、多様なインフルエンサーを起用して、より多面的な商品の説明をすることが必要になってきます。なるほどね。まあ、なんか美味しいですよって話なのか、その歴史を話すのか、まあ、そのパッケージの魅力を伝えるのかみたいな形で、インフルエンサーさんによってこうピックアップするポイントが違うので、多面的に商品の魅力を伝えるってことが重要で、まあ、複数のインフルエンサーさんでこのポートフォリオを組んだ方がいいですよってのをお伝えしてますよね。はい。うん。まあ、このあたりのジャンルのマッチ度だけじゃなくて、再生数だったりとか、その流入数みたいなのを取らなきゃいけないだったりとか、集客のためのインフルエンサーさんなのか、接客のためのインフルエンサーさんなのか、なんかこう世界観を伝えるためのインフルエンサーさんなのかみたいなところっていうのは、しっかり僕らでも結構使い分けてますもんね。そうですね、結構重要視してるポイントです。うん、まあ、このあたりのポートフォリオに関してはちょっと経験がないとね、あんまりこう想像できないと思うんですけど、まあ、こうチャンネル登録数少ないか再生が少ないからといって、あ、ダメだって判断するんじゃなくて、本当にその人が お酒の魅力だったりとか商品の魅力ですね、ちゃんと伝えてくれてるんだとあれば、まあ、その人を起用して商品詳細ページに置いといてもいいわけですよね。そうですね。うん、そうですよね。なるほど、分かりました。さて、じゃあ3つ目のポイントはどんな感じでしょうか。はい、3つ目のポイントなんですけれども、インフルエンサーのコンタクトをする中で、実際にどのような動画にしていくかというところを話し合う必要がございます。大まかにですね、2つの依頼方法がございまして、エクスクルーシブな商品紹介動画と、インクルーシブな商品紹介動画というところに分けられます。なんか独占と部分的みたいな感じですか？そうですね、まあ、ご説明しますと、エクスクルーシブな商品紹介は、商品の紹介をメインで、まあ、動画1本撮るというところです。うん、で一方で、インクルーシブな商品紹介は、まあ、通常のですね、まあ、案件動画ではない、まあ、旅行とか何かに取り組む動画の中で、まあ、さらっと数分だけ使って、まあ、商品を登場させる商品紹介になります。なるほどね。使い分け方としましては、まあ、費用をかけて商品の深い理解を促したいというときはエクスクルーシブで詳しい説明をする、うん、一方で費用をかけられないけど、まあ、テストとしてインフルエンサーマーケティングやってみたいというときは、まあ、インクルーシブをやってみるといったような使い分け方ができると思います。なるほどね、分かりました。インフルエンサーさんに依頼の仕方自体もこう結構工夫が必要だと。はい、はい、じゃ4つ目どんな感じでしょうか。はい、4つ目なんですけれども、インフルエンサーとの交渉の仕方になります。うん、よくですね、海外のインフルエンサーになると、まあ、インフルエンサーの依頼料金として高い金額を提示されることがあります。まあ、最初からね結構ふっかけてくるよね。そうですね、うん、それはあると思う。まあ、そういった方に対しても、まあ、淡々と交渉するであったりとか、まあ、それでもですね高すぎる場合は、まあ、SNS とかブログ、成果報酬型のアフィリエイト施策を提案して、なるべく費用を抑えるような商品紹介の仕方ができないかというところですね、まあ、相談するというところが重要になってきます。まあ、最近ねやっぱり案件の相談っていうのも彼らたくさん受け取ってるってところもそうだし、今円安の影響でドルで払った時に結構金額高くなっちゃうんですよね。そうですね、うん、そういうところで、まあ、彼らが持ってるメディアキットって、この動画を作った場合、いくらぐらいかかりますよみたいな、自体の定価がそもそも高かったりするっていう話と、あと、インクルーシブ、エクスクルーシブな場合に価格って変えられるかっていう話だったりとか、価格が変えられないんだったら、SNS の投稿だったりとか、プラスアルファ その流入だったりとか、認知取れるんじゃないかって、この交渉するみたいなところですよね。はい。うん。で、まあ、僕らとしては、インフルエンサーさんに交渉するときに、まあ、Shopify のアフィリエイト機能だっていうか、ASP のアフィリエイト機能みたいなのを使って、まあ、アフィリエイトも併用したら、その後の継続的に御社にとって収益が出るじゃないですかみたいな形でインフルエンサーさんに提案したりとかして、まあ、イニシャルのフィーを落としたりとか、逆に継続的にこう紹介してもらえるようなきっかけを作ったりとかっていうところをやってきたんですよね。はい。だこの辺の交渉すべきポイントっていうのが見えてないと、単純にディスカウントしてくれっていう話をしちゃうと、インフルエンサー的にはなんか、いやいやいやみたいな、そんな安くやりたくないよみたいな感じでリスクが来なくなるって話になるので、交渉のテーブルに持ってくるために、いろいろな交渉カードっていうのを知ってなきゃいけないって感じですよね。はい。なるほど、なるほど。わかりました。はい、はい、なかなかね、どういったスケジュールで進めるかってね、わからないからね、ちょっとそうですね、質問ありますよね。そうですね、やっぱりこのようにですね、インフルエンサー施策1本動画を出すためにも、いろいろ詰めていく必要がありますので、最短でも2ヶ月で、まあ、しっかりコンセプトを練っていくためには、4ヶ月とか半年以上、まあ、かかる場合もございますので、できるだけ早くですね、まあ、インフルエンサー施策をやる場合は、取り組みを始めるべきだと思います。
なるほど。まあ、僕らだと結構調査戦略立案して顧客がこんな形ですよねって見えてきて、じゃあこの方たちが視聴してるインフルエンサーさんだったり YouTuber さんはどんな人かっていうところを紐付けて、その後サイトを作ったりするじゃないですか。はい、2ヶ月3ヶ月あのサイトを作ってる間にもうインフルエンサーさん施策自体を進めちゃって、サイトのローンチのタイミングでインフルエンサーさんがちゃんとこの商品紹介してもらえるように事前にね手を打っておくみたいな感じで、サイトローンチしてインフルエンサーさんやったら、じゃあその後の3ヶ月後とか半年後にそのようやくこうねインフルエンサーさんが紹介してくれるような状態になっちゃうので、ローンチのタイミングで全然リーディング来ないじゃないですか。はい、そのあたりはちょっとこうスケジュールを組んで調査からやった時に、制作のローンチのタイミングと合わせてインフルエンサーさんも公開させるみたいな感じ、インフルエンサーの動画を公開させるみたいなやり方でうまくいかせることできますよね。はい、この逆算した取り組み方っていうのは重要かなと思います。はい、はい、じゃあ5つ目はどんな感じでしょうか。はい、最後ですね、一番重要なポイントなんですけれども、インフルエンサー施策を最大限効果的にするために、うん、受け皿となるページとの関連性を持たせるというところが重要になってきます。うんうんうん、やはりですね、ある程度予算をかけるのであれば、まずウェブサイトの最適化をしていくことが重要になってきます。うん、動画で紹介した商品の訴求文と実際にウェブサイト上で紹介する商品の訴求文がちゃんと合ってるかどうかっていうところが重要になってきます。うんうんうん、買いたい気持ちを持ってウェブサイトにたどり着いたのに、なんかこのウェブサイト行けてないなであったりとか、全然違うページに遷移してしまったよっていう状態になってしまうと、そのウェブサイトからですね離脱してしまうので、ちゃんとインフルエンサーが紹介している内容とウェブサイトで紹介している内容をですね、うん、一致させるというところが重要になってきます。なるほどなるほど。あとはまあご動画内に、あ、ごめんなさい、サイト内にその動画を掲載するとかっていう形で、まあ、よりこう接客にも使うみたいな感じですかね。そうですね。まあ、そのあたりでこうちゃんとインフルエンサーさんが紹介している世界観とサイト上の世界観だったりとか商品っていうのを連動させないと、まあ、ユーザーが来たのにあれこれじゃない感があって離脱してしまったりするので、このあたりの配慮だったりとか、どのランディングページに遷移させるかみたいなところは意識する必要がありますね。はい、はい。で、まあ、最初に五十嵐君が挙げてくれたインフルエンサー施策で押さえる5つのポイントですね。こんな形で、まあ、5つポイントがあるところで、いいインフルエンサーかどうかはエンゲージメント率を見たりとか、まあ、依頼すべきインフルエンサーもコミュニケーションがスムーズだったりとか、まあエクスクルーシブとインクルーシブの、依頼方法があるようだったりとか、インフルエンサーとの交渉者アフィリエイトもについても聞いてみるだったりとか、受け皿とのページとの関連性ですか、関連性が施策の席を分けるだったりとか、結構抑えるべきポイントっていうのがたくさんあるので、ただただこうインフルエンサーにお願いすればうまくいくんでしょうってなって100万とか200万とかっていうかお金かけて全然うまくいかなかったっていう人もあったりするので、まあ、このあたりですねしっかり意識してやってもらえればなと思いますし、もし自分たちやってるけどうまくいかないとか、この前ねお話した時になかなか返信が来ないっておっしゃってましたね。そうですね。そういう方はですね、我々の方で専門でやらせていただいているので任せていただければなと思いますので、概要欄にですねリンクも貼らせていただきますので、ぜひコンタクトしていただければなと思います。はい、まあ、この動画ですね、何か学びや気づきがありましたら、いいねやチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日はご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。世界ボカンでは海外マーケターを募集しております。マーケティングは経験しているものの、なかなか海外に挑戦できないということで伸び悩んでいるそこのあなた、お客さんと向き合ってプロジェクトを進めていきたいと思っているそこのあなた、ぜひ概要欄から弊社に応募してください。